ガリシア州内の位置、モンテデラーモは、スペイン、ガリシア州、オーレン世間の自治体。コマルカダテーラーでカルデーラスに属し、またリベーラ桜地域を構成する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は894人で、15歳、以下人口の割合は、わずか4.64%である。住民故障は、モンテデレイムス、エサ。 ガリシアゴア社の自治体住民に占める割合は99.07%。モンテデラーモは、オーレンセ県の北部に位置し、コマルカダテーラーでカルデーラスに属する。北は、パラーガデシル、アテーシェーラ、カストロカルデーラスと、東は、チャンドレーシャデケーシャと、南は、ラサ、ビラールデバリオと、西は、マセーダ、シュンケーラデエスパダネードの各自治体と隣接。 自治体中心地区は、モンテデラーモ教区のモンテデラーモ地区。モンテデラーモは、ポブラデトリーベス司法管轄区に属す。住民は13の教区の84の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア国民党のアントーニオロドリデス・アルバレス。自治体評議員は、ガリシア国民党、4、ガリシア社会党、3となっている。モンテデラーモは13の教区に分けられる。 自治体中心地区のある教区、ありがとうございます。